骨盤の周囲ですけれども、基本的に骨とか筋肉とか、そういった臓器はあまり変わりません。別に結腸だとか、その他の臓器も変わらないんですけれども、当然ですけれども、女性生殖器があるので、子宮卵巣っていうのがあります。で、子宮は膀胱の上に乗っていて、基本的には前屈していることが多いので、まあこう、膀胱の上にちょっとこう乗っていきます。で、これ妊娠するとどんどん大きくなってくるんで、膀胱圧迫して、頼りが近くなるっていうのは、こういった接触してるからっていうことになります。T2 強調画像では基本的にこの子宮は3層に見えます。内腔があって、この黒いところ、ジャンクショナルゾーンっていうのがあって、筋層があるというような形になっています。子宮頸部があって、子宮体部があります。で、本質がありますというのが一般的な構造になります。で、この後ろに直腸が走っています。アグラスカっていうのは、この子宮と直腸の間にある腔を指します。で、ダグラスカっていうのは基本的に女性にしかないです。腹水をこういうところが溜まりやすいので、基本的に生殖可能な女性の腹水っていうのは、少量腹水っていうのは、まあ、あるのが一般的なので、特に問題にならないです。では、男性の場合は、なんて言うんですかっていうと、膀胱直腸化っていうのはそのままの言葉になります。で、子宮の周りに卵巣があって、卵巣は卵胞を持っていますので、若い女性の方だと、こういったような形で、卵胞が、だだだとあるようなのが見えてきます。で、これが閉経をすると、索状構造になってほとんど見えなくなったりしてきます。で、子宮もこんなにみずみずしくなるわけではなくって、萎縮してしまい、大体膣と子宮の大きさが1対1ぐらいの大きさになってくるというふうに言われています。まあ、女性生殖器は基本的にこのような形で、まあ、見えてきます。